ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。このビデオ映像を5年後、10年後、20年後、50年後、そして100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年11月27日月曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後4時5分ほど前です。ただいまの気温は14度少々です。言論の自由を街頭で、ここ新宿南口で訴え続けております。長谷川隆です。こんにちは。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年11月27日、後期2677年、この後期という元号はご存知のように、日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦で申しますと紀元前660年を元年としております。さて、いよいよ本日27日月曜日午前から衆議院の予算委員会が首相、内閣総理大臣、それから全閣僚を出席しての基本的な質疑が始まりました。まず自民党なりね、それから野党の諸君、さまざまな議論が これから始まるところです。まあ事前にね、用意されている、準備されている質問事項、そして答弁、その質疑については事前にね、質問事項を書くと事前にこう提出すると、お互いに、そして時間的にね、無駄がないようにね、ということでやってるんですが、どうもその辺のところがただ単に安倍内閣が悪いと、安倍内閣を潰せばいいんだというようなね、発想のもとの質問事項も多く見られます。事前にまた質問内容もね、分かりきってるというかね、何かこうせっかくの予算委員会なのでね、きちっとした議論をしてほしいと思います。残念ながらね、今国難としているこの国難の北朝鮮問題についてはね、本来ならばこのことについて大いに議論しなくちゃいけないんですが、残念ながらそういう議論にはならない。こうね、今日ももう秋田の海岸に北朝鮮の漁船と思われるものがね、漂着した中に遺体がね、8名ほど
こういう漁船が流れ着いてる。北朝鮮の漁船と思われる木造船がね、まあよくもうこんな船でこの寒い、まあ東京はまだいい方ですけどね、日本海の方が寒いですよ。そこに漁に出てる北朝鮮のね漁師さん、もう大変です。大変なんてもんじゃないね、命がけじゃなくてもう命を失ってますよ。それがここ最近はね何艘か漂着してます。幸いこの前はね8名ほど命に別状ない状態でね発見されましたけどね。それから空の漁船もね、人影のない漁船も流れ着いてます。それから漁船の船体の一部がね流れ着いたり、まあ流れ着くのが全部ではないでしょうからね、相当1艘が流れ着くということは、その2艘3艘なり4艘なりが沈没してねいるんだろうと思いますよ。しかしそういったようなところ、ああ気の毒だな、かわいそうだなというところでね、どうも報道は終わってる。あとテレビのね番組によると、まあこう言ったらなんですかな、面白おかしくというかね、なんかそんなようなイメージも多くあります。肝心要のじゃあその日本の領海をどういうふうに守ってるのか、あるいはその警備を今後どのようにね、今現在どういうふうにやってるかももちろんですが、これからもっとどういうふうに強化してきっちり守っていくのか、これもまたね、私たち日本のその警備が、領海警備が甘いがゆえにね、北朝鮮の方もまた上層部の方も無謀にもね、あの木造船で漁に行ってこいということになるんでしょう。少なくともその辺のところのところをね、日本の警備がきっちりやってね、そうすれば向こうの方も漁に出るのをまあ諦めるか、まあ全部が諦めるわけじゃないでしょうけど、犠牲の方もねそこそこで済むんでしょうが、何にせ日本の領海警備が甘い。いやもちろんね、現場の海上保安庁の皆さんはね、与えられた任務を一生懸命やってます。もうそれも大変、その辺も想像つきます。しかし実際国家としてはね、国家の予算から含めて戦略も含めて大きな戦略としてはね非常に甘い。そこを突かれてね、領海が侵犯され、さらには利用され、そして無謀にもねそこで遭難してる。これが現実でしょう。本来ならばこの件についてこの予算委員会でね、日本の安全保障に関わる問題ですから、本来ならばここできちっとね議論しなくちゃいけない。ところがそういうような問題にはならない。議論といえばね、まだ盛り返しはまだできませんが、今後出てくるでしょう。野党の皆さんから今後出てくるでしょうね。そして今日の午前中、そして午後と自由民主党からの質疑があって、それに答える形で自由民主党のね事前に、まあ、協議したんでしょうけども、この内容も非常に薄い。あもちろんね、そこで事前に質
問事項、それから答弁等についてね、打ち合わせしてきちんとやってるからスムーズにいくんでしょう。それはそれで結構なことなんです。ところがその内容が浅い、例えば子育ての問題とか保育園が足りないだと、それから地方創生という問題、それからそれに合わせてふるさと納税ですか、この辺の質問が出てる。これも結構なことなんです。ところが地方創生、地方創生といって名産物を作れ、名産物を作れと、全体としての議論がない。あくまでもここでの段階での議論が、ここ現在の議論が、ただ頑張れ、創意工夫しろ、ただこれだけなの。今このバスター新宿からね出てこられた方々でも、地方から直接バスで来られた方、あるいは羽田空港、成田空港を経由して来られた方々もねおられると思います。ただ地方に頑張れ頑張れと言ってもね、新しい産物を作れと言っても、国家全体の流れがやはりここ東京、あるいは大阪、福岡なり名古屋なり大都市に集中する政治の構造、社会の構造になってるんです。この一極集中になるように、極部大都市集中になるような国家の政策なり、一つの流れとしてその政策が整って実行されている。じゃあこれを打破するにはどうしたらいいのか、ここがやはり大きな問題なんです。もちろんね、すぐにいいアイデア出ないでしょう。ただ具体的な例として、エネルギーの問題、食料の問題、こういったところをしっかり包んだ日本国土全体の計画を政府なり各政党が発表しないとね、そちらの方に議論が進まない。ふるさと創生にね、じゃあ予算を組みましょう、なんか新しい農産物を作ってくださいよと、そんなことでは前に進まないんですよね、皆さんね。あ、こんにちは。じゃあ進まない。新しい農産物を一つ二つ作って、いやもちろん作らなきゃいけないんですよ。だからといって、それができたからといってね、珍しい農産物ができた、非常に美味しいご飯、お米ができた、じゃあ海外に輸出しましょう、そういうもんじゃないのよね。結局必要なのはエネルギー、食料の問題、自給自足の問題、エネルギーの自給の問題、結局これが一番の雇用を創出するのであって、そしてその地方の独立、経済的な独立が成り立つのではないでしょうか。自然とほっとけば、いやほっとくという言い方極端かもしれないが、
今現在のような国家の政策においては、どうしても一極集中になってしまう。この東京のように、ここ新宿のように集中してしまう。力はじゃあ集中して結構じゃないかという方もおられる。しかしここで問題なのはね、日本は災害、自然災害の国なんですよ。自然災害が問題なん。これが地震もない、自然災害もない、いわゆる台風だとかそういう大きな災害がないんでしたら、それはね、未来都市のような大きな都市を作って、そこに全てを集約させて、そして周辺にリゾート地なり、そういった施設が作ればいいんじゃないかということでいいんでしょう。ところが現実は、日本の国はここ大震災の国なん。ことに地震の問題、それに伴った津波の問題を考えたとき、もし今現在東京に直下型の予想されているような大きな地震が来た場合、大変な被害が被ってしまう。そしてインフラがね、滞ってしまう。その復興にはね、長い時間かかりますよ。1年や2年じゃ無理です。ここ新宿南口でもね、ここは南口は小さな上のビルです。ところがこの下には山手線、中央線、大きな線路が走ってる、電車が走ってる。そして上にこの甲州街道があり、そしてその下には山手線を含め JR の列車が走ってる。そしてその下にはなんと地下鉄が走ってる。その下にもまた地下鉄が走ってる。ここで災害が起きた時、ちょっとやそっとの話だったら大したことないかもしれない。先の東北大震災でも見て分かるように、とてもとっても復興ができるような状態じゃありません。確かに近くに代々木公園や新宿御苑や明治神宮をはじめこの外苑があります。普段行けばのどかなところです。しかしここにね、収容するには収容しきれません。この安全保障の問題、いわゆる自然災害に対する安全保障の問題が一向に進んでないんですよ。これは進まないんじゃなくて、それに追いつかない。何か計画を立てて避難路、避難経路、あるいは道路の拡張、そうするとね、今度また今度のこの目の前のバスタ新宿、あるいはこのニューマンのように線路の上にビルを作ってしまう。それも2階や3階のビルじゃない、ご覧のように20階からの大型ビルができてしまう。結局また次の防災対策が追いつかない。ですから地方創生とこの都市の人の集中は一体として、国土計画を立ててそして実行しないと効果が上がらない。ですからまず全体として日本の国土の計画をどうするのか、
その機能をどう分散するのか、はっきりその計画を立て、その方向性を持った企業なり地域、そういったところに税金を投入して進めなければならない。これは前々から言われてることなん言われてることなんだけれども、実行されない。これはなぜか、要はここでもまたやはり選挙の問題になってくる、選挙制度の問題になってくる。どうしても中央の人間が人数が多い、人数が多いから議員が多い、そして議会は選挙、議会は投票で決まる、賛成多数で決まるとなってくると、どうしても中央集中になってしまう。政治体制も中央集中になってしまう。だから日本全体としてのグランドデザインができない、ここが問題なんです。この政治から含めて全体で議論して、それが国会であって、地方議会じゃないんですよね。地方創生のためのセクションを作っても、それでは効果が上がらない。国家全体のデザインをする、計画を立てる、そういったセクションを作って、新たに国土開発、国土計画を立てて実行しようじゃありませんか。そう訴える長谷川隆です。こんにちは、ありがとうございます。